こんにちは。今日も来年の干支、2匹のネズミの年賀状を書きたいと思います。それではまずはじめに、赤の癌細で2匹のネズミの型抜きをしています。それでは肩を抜いたネズミの縁取りを描きます。これは薄墨のサインペンを使っています。こちらも同じように。それでは先にこの中の梅を描いていきたいと思います。今日の梅は少しデフォルトした梅です。少しだけ水を薄めて、耳の中側を塗ります。次は右側のネズミです。こちらは本当は黄色の梅なんてないんですが、色を変えるために黄色にしますね。青なんかも可愛いと思います。今日はこの中を塗りつぶしておきます。それでは先に目や鼻、
そしておひげを描いておきます。そして次は枝で繋ぎますね。こちらも同じです。適当に繋げて、少しだけグリーンも入れていきたいと思います。少しだけですね。はい、次は黒のボールペンで中央と白い花粉を描きます。こちらも同じです。はい、これでネズミは描けました。それでは今日は字も入れておきます。ちょっとここがまだ濡れているので気をつけて描きますね。これは自分の好きな字でいいのですが、今日は少し遊び心を入れて来ました。まだ少し寂しさが残るので、ここに2020年
1月と書きます。これにいつものように落款をして、はい、2匹のネズミが描き上がりました。